どうも、今日紹介するのは広島県は福山市にあります、その伊勢ヶ丘という町にですね、新しいパン屋さんができたんですね。で、パン屋さんの場所はと言いますと、この辺りずーっと行きまして、ここですね、伊勢ヶ丘の、そう、旧ハッピーマートじゃない、天満ハッピータウンですか、その近くにあるもみじ銀行のピザロイヤルハットの近くで、この辺です。この辺、今この青空マートってところのね、ちょっと下の側が、こうグレーの四角ができてるでしょ、ここにできたんですよ。これから紹介しますんでね、どうぞご覧ください。こちらが2号線方面です。伊勢ヶ丘のハローズがあるところで、これがパリ星っていう今日オープンしたお店になります。すごいでしょ、私が送った花がそこに3000と輝いてますね。で、こっちが天満屋とか、ほら、なんだろう、あ、笠岡の方向に行く壺とかね、あんな感じです。位置関係こういう風になってますね。はい、で、昔ね、これ高木ベーカリーがあったところなんですよ。今はパリ星です。花束がいっぱい届いてますね。で、お店の方から表を見るとこんな感じですね。懐かしの商店街が、ほら、昔はお店もやってたんですよ、これ。あ、これ俺の花、かっこいいな、よかったね。これ結構いいでしょ、三千と輝いてるでしょ。おー、なんかこれもいいですね。こんな感じでいっぱい花が届いて開店を祝ってますね。はい、この伊勢ヶ丘っていう町にね、この久しぶりに新しいお店がオープンしました。パン屋さん、朝ね、もう行列で、なんかすごい、パン買うのもちょっと一苦労だったって感じですね。おめでとうございます。あの、大鳥中学校の人はとりあえずみんな来るようにお願いします。ここのイートインスペースもね、この風通しのいいところにありますね。あ、バイクは配達用かな、いいですね、おめでとうございます。というところでね、結局私の顔が出てしまいまして、すいませんでした。一応私のね、中学校の1個上の先輩が出してる店ですから、ごひいきに、福山市にお住まいの方、伊勢ヶ丘にお住まいの方、大鳥地区春日田にお住まいの方、よろしくお願いしますよ。よろしく。朝9時から夕方19時までやってます。夕方19時までね、よろしく。はい、見てください、午後まだね3時過ぎですよ。もうソールドアウトしちゃって、今日どうしましょう、店長さん。ソールドアウトありがとうございました。またのご来店お待ちいたしております。本当ですよ、大鳥中学にゆかりのある方、ぜひ。あ、野口先生、絶対来てください。野口先生待ってます